今朝入っているニュースをお伝えしていきます。海上自衛隊ヘリ2機墜落衝突か1人死亡7人不明衆院3補欠選挙島根1区は立憲民主党が優勢アメリカ下院ウクライナ支援の追加予算案を可決 ドジャースの大谷翔平選手が5号ホームランを放つ日本人選手最多の176本目のホームラン北九州市小倉北区8店舗を焼く火災発生から32時間後に鎮火 さて、今日は各紙一面で報じております。海上自衛隊のヘリが墜落ということで、伊豆諸島の、えー、東の、鳥島の、えー、東の太平洋で20日の深夜、海上自衛隊の哨戒ヘリコプター SH60K2 機が墜落しました。搭乗していた8人中1人の死亡が確認され、 残る7人は行方不明となっております。訓練飛行中に衝突したとみられ、自衛隊や海上保安庁などが24時間体制で捜索しています。墜落したこのヘリコプターは、大村航空基地、長崎県の大村航空基地配備の16号機と、徳島県の小松島航空基地配備の43号機の2機です。それぞれ機長と副操縦士、2人の航空士の合計4人ずつ、 が登場しておりました。自故機を含むヘリ3機は当時潜水力に対する、えー、戦い方、対潜水艦船の訓練のため会場を飛行しておりました。で、紹戒ヘリは空中で静止するホバリングをしながら吊り下げしの 吊り下げ式のソナーを海の中に下ろすなどして、スクリュー音などから潜水艦がどこにいるのかっていうのを探知して追尾などを行うもので、夜間の訓練は比較的難しいと言われております。しかし20日の午後10時38分頃に16号機との通信が途絶え、その後43号機も通信が途絶えていることが確認されたということです。 捜索の結果、一人を救助したんですけども死亡がその後確認され、回転翼のブレードや機体の一部、そして数個のヘルメットなども回収され、そしてヘリコプター2機のフライトデータレコーダーも近接した場所で、近くで見つかったと。 いうことです。防衛省は2機が衝突して墜落した可能性が高いと見ているということなんですが、まあこのフライトレコーダーが回収されたということで、これを解析することによって何があったのか、なぜ追突,突し、衝突してしまったのか、えー、このあたりの原因というのがわかると思いますが、何よりもまずは残る7人の えー、行方不明者をこう救助するっていうところにまず全力を傾けていただきたいなと思います。はい、ただこのところ、開示、陸事でもこういうね、事故が増えてきております。そ,すねえー、そのあたりも、まあ、その背景に何があるのかっていうところもね、ちょっと心配な、えー、ニュースではあります。えー、さててて続いて、えー、衆議院の3つののつ補欠選挙がが、えー、行われておりますがその まあ唯一の日曜日っていうのが昨日だったわけですね。はい、で、各紙ですね、この中盤情勢というものを報じておりますが、いずれも立憲民主党が先行とか、えー、優勢とか、えー、そして朝日新聞ではやや優位。 というふうに出ております。衆議院東京の15区、そして島根の1区、長崎3区の補欠選挙が行われます。28日が投票と開票です。21日の両日朝日新聞では電話調査を実施して取材で得た情報と合わせて情勢を探ったということで一面で報じておりますが、島根1区、 ま、ここだけが自民党独自候補を立てている区でもありますが、はい、立憲民主党の候補がやや優勢、優位に立っているというふうに報じております。そして東京15区は9人が、えー、立候補していますけれども、その中で立憲民主党の候補者がわずかにリードしているところ、ただ、えー、日本維新の会や諸派、そして無所属の合計4人との混戦模様となっているというふうに報じております。 そして、え、長崎3区。こちらは立憲民主党前職の山田勝彦氏が優勢。立憲支持層をほぼ固め、自民支持層の7割弱を取り込んでいる。日本維新の会新顔の井上昭一郎氏は、無党派層からの支持は2割強にとどまっているということで、長崎3区でも立憲が優位ということで、3つの選挙区すべて立憲民主党が今優位に進めているという状況ということです。 さて、えー、続いてウクライナに向けてですが、アメリカの会員は20日、ロシアの侵略を受けるウクライナ支援のため、およそ610億ドル。 およそ9兆4000億円の追加予算案を超党派による賛成多数で可決しました。慎重論が根強い野党の共和党が多数を占める会員の審議を突破したことでアメリカのウクライナへの軍事支援が再開する見通しになりました。ただまあ強引なちょっと進め方ではありましたので、はい、ちょっと会員の中、議会の中では少し過言を残しているという状況。ただ、一刻も早いに支援をということが今回の決断につながったようです。 さて、アメリカ大リーグ、ドジャースの大谷選手、メッツ戦で8試合ぶりとなります、今シーズン5号ホームランを放ちまして、これで、いつ出るか、いつ出るかと思っていた、日本人選手最多となる、通算176号を更新しました。裏裏には裏がある表ばかり見ていると、羨ましいし、恨めしい。 なら見てみよう裏側を聞いいてください裏話努力はきっと裏切らない裏にしかできない人生のさよなら勝ちを目指して藤原日曜の裏 RKB ラジオで毎週日曜朝10時15分から放送ポッドキャストでも同時配信しています。